シャドウ家は素晴らしい貴族である。生き人形はシャドウ家に仕えることが幸せである。おはようございます、ゲート様。シャドウの顔は誰にもわからないから、その顔の代わりがあなたたち生き人形なの。お披露目が終わると青月、つまり成人になるのよ。ケイトにはやらなきゃいけないことがあるのよ。さあお披露目を始めよう。ここにいない、シャドウハウスのお荷物は早めに捨てないとな。俺が綺麗に片付けますよ。せっかくのパーティーだ、楽しもうじゃないか。俺たちは主人のために生きる。私は失敗作なんですから。見て見て、とっても綺麗じゃない。私選ぶのは苦手。どちらを助ける。お披露目、つまり誰かが見ている。シャドウハウスって何なのでしょうか。